まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に右側の下と上を合わせて折ります これを縦にして、この部分を2センチぐらい上に向けて折ります。この小さな三角形に沿って下の紙をこのように折り目をつけます。両側とも折り目をつけます。これを開いて、この下の部分を 折り目を起こしながらこのように閉じます閉じたらこの部分をいっぱいまでめくります次にこれを裏返して上下ひっくり返します下の角を2センチぐらい上に向けて折ります これを横にしてこの部分をこのように折りますだいたいこの線から3センチぐらい横の部分は平行です定規ひっくり返して反対側も同じように折りますめくって折り筋から3センチぐらい横は平行ですこの位置で折ります これを縦にしてこの部分で手前に折ります。これを裏返して横にします。この部分を3ミリ幅ぐらいで折ります。 と順番をちょっと間違えました先にこの部分を表にこのように折ります折ってから裏にして改めて 3mm の幅でこのように折ります上下ひっくり返して反対側も 3mm 幅で折ります次に この部分を起こしてこちらも筋に対して平行に折ります反対側も同じぐらいの位置で折りますこんな感じになります これを表にして、この線から1センチぐらい上のところで、下に折ります。折ったらすぐに数ミリのところで上に折り返して段折りにします。ここから2センチぐらいのところをさらに下に向けて折って、それも数ミリで上に折り返します。 これでで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。マネネの顔はピエロをモチーフにした顔なのでそれも鼻の大きいタイプのピエロです。楕円形の横の鼻を描いたら。 その左右にこちらも楕円形の目を描きます。鼻の形に気をつけて口は少し上目で横ににっこり目の中心に 白い光がありますこれに色を塗っていきます鼻の部分をピンクで塗りつぶします黒いペンで目を縁取りします 真ん中の光を残して塗ります。あとは口の部分もなぞって。これでマレネーの完成です。